おはようございます。速稼塾の久保です。今日は2月21日朝5時の相場解説になります。まあ、先週1週間ね、ちょっと様子を見て緊迫のウクライナ情勢、ロシアと、まあ、欧米の動きを見ていたわけなんですけども、1週間経ってですね、チャートが当然ですけども1週間分進みました。テクニカルってのは、その内容がファンダメンタルであろうと何であろうと、一定のチャートが積み重なっていくと次の法則が見えていくっていうことの積み重ねなんですよね。で、先週エントリーをしなかったのはやっぱりファンダメンタルの色が濃くなるとですね、やっぱり得意な人はいいんですけども、まあ私ごときはですね、ファンダメンタルの積み重ねの中でテクニカルを導くっていうのはリアルタイムにはちょっと難しいなと思いますので、まあ勝率の低い時にあえてね、勝負を挑むことはないかなと思って1週間時間を見させてもらったんですけども、今週からですね、ファンダメンタルで積み上げられてきたチャートがテクニカルとして見ていくことはできるんではなかろうかということで、またね、1週間ぐらいをかけてですね、テクニカルを追っかけていこうかと思うんですよ。まあどんな相場でも結局は勝負しないといけない時は来ますからね。まあでも勝率が低い時は避けるべきなので、ちょっと自信のない方はね、また見るだけにしておいていただきたいと思います。で、今週はダブルトップをテーマにですね、その後上に行くのか下に行くのかってことを見ていこうかと思います。だいたいダブルトップの後ってのは一時的に下落に転じるんですけども、その後ね、ダブルトップの後ってのは大買いにして上昇する可能性が高いわけなんですよね。この辺も絡めて説明していきます。それではまず週足から見ていきましょう。こちらです。はい、週足なんですが、まあ大雑把に見ると上昇傾向にあるわけですけども、今ねこの辺りはちょっと横ばいに入ってるところではないかなっていうふうに見ることができるんじゃないですかね。ここから大きく上に行くとか大きく下に行くっていうのはなかなか考えにくくって、この赤いラインがありますけども、この間になんかねすっぽり収まったような状態になってますよね。まあですんで週足から見ると長い目で見るとね、上昇には行くと思いますよ、円安の方にはね。でもこの枠の中では下落ってものが考えられますので、日足の方でその辺を見ていきましょう。ダブルトップが出るのは日足のところだったと思いますよ。こことここを結んでダブルトップでしょ。でダブルトップはあのこちらの天井とこちらの天井の間の一番低い位置がターゲットになります。ですんでですね、ダブルトップの後どこまで下がるかなんですよ。もしここまでしか下がらないようでしたら、これは上昇に転じてね、どっからでも黄色いゾーンを突き破る可能性が高いです。逆にダブルトップのこの間の一番低いところを突き破るようなら大下落ということになります。ダブルトップの特徴よろしいですか。ダブルトップの間の一番安いところ、このクレバスのところで見ることになりますよってことですね。はい、そしてここを破るかどうかで判断できるということです。じゃあ次の時間軸4時間を見ていきます。4時間を見ていくと、このここから始まった下落がですね、ギザギザしながらどこまで行くかなってことなんですが、ここに行くまでに上昇に転じるようならね、上昇にここを超えるか、もしくはここを超えるかで天井を行くようなら、ここを突き破って上昇にトレンドを戻していくでしょう。で、そうではなくって、このまんまね下がってここを突き破るようになると大きく下落が始まるということになります。ただ考えにくいでしょ。ここから円高に入るっていうのは介入でもない限り無理ですよ。はい、じゃあ1時間見ていきますね。1時間が我々の主戦場です。じゃあ1時間ではどういうふうな戦い方をしていけばいいのかってことですけども、基本的には見ていく方向だってことはね、今週も変わりません。先週に引き続いてあと1週間ぐらいはしっかり見ていきましょう。場合によってはもう2月をね捨ててもいいぐらいの形です。というのが、この戦争が起きるかどうかみたいな状態ってのは本当にね、数十年に一度とかいう問題ですからね。ですんでそういうふうな判断の厳しい状態に今我々はいるってことなんですよ。もちろん上級者の方ならこっからねテクニカルで利益を上げていくことも可能でしょうけども、私たちはね4対6でやってますから、あえて難しい時に勝負を持ち込む必要はないと思うんですよ。まあ、ですんでね、少なくともあと1週間はエントリーできなくなるかもしれないという覚悟で
もうね、本当にね、3月から仕切り直そうかなっていうところで腹を決めてもいいと思います。そのぐらいウクライナ情勢って日々状態が変わりますんでね、なんとも言えないわけですよ。だからテクニカル的に正しい判断してても、ファンダメンタルがそれをね、ぶち壊す可能性がありますからね。その覚悟はしておきましょうってことになります。さあ、それでは1時間軸を見ると、大筋では横ばいから右下にちょっと下がっていってるかなって感じですよね。ですので、エントリーするとしたらセルの方なんですけども、ただボラティリティがここまでちっちゃいとね、はっきり言ってね、セルだろうがバイだろうがエントリーしてもしょうがないってことになりますよ。だってね、昨日もですよ、10時間かけてこれだけしか動いてないんですよ。20時間かけてこれだけしか動いてないんですよ。とてもじゃないけど、エントリーできませんよね。だって、この辺からエントリーしたとしても1日かかって、あ、全然ピップス動いてないですね、と。10ピップスも動いてないわけですよ。これじゃエントリーできないの分かるですよ。で、こっからここまでの幅ってのは大きいですよ。確かに。大きいんですけども、じゃあね、日々、ウクライナ状態があれほど変動する中で、何にも、これこんなのね、分かんないですよ。これテクニカルじゃないですよね。ただファンダメンタルで出来上がったチャートもテクニカルの一部にどんどん組み込まれていきます。というのが、投資家さんはチャートを見て、そして現在価格を見てエントリーするからなんですよ。で、そう考えたらね、この無数に描かれているロウソク足の一本一本に利益を得た勝ち組と利益を奪われてしまった、いわゆるね、損切りにあった大半の人がいるってことになります。ですんで、この間はちょっとね、勝ち組に上がる確率は非常に低いんで、勝負しなくて見てるだけが一番ということになるんですね。こうやって分析だけしていけばいいわけですよ。はい、じゃあ今日はそんなところですかね。はい、じゃあ今日どうするってことはお話できませんでした。やっぱりね、1週間は見ていった方がいいと思います。その上でエントリーしてもしょうがないよってことを今日はお話ししました。ね、動くピップスかね、あれぐらいだったらエントリーして手数料払っても決済するところが1日のうちに見つからないんですよ。ということは手数料分だけマイナスになるんで、これやってもしょうがないよねってことになります。もちろんね、大きな時間軸、例えば1日とか1週間でやってる方は別だと思いますけども、そんなに資金ないでしょ。ね、日足ならまだしも、週足で勝負するほどの大きな資金量はないと思いますんで、私のこの1時間軸をね、主戦場にする FX の相場解説では、ちょっと不向きかなということでございます。あとは分析にかけていきましょう、もう1週間。それじゃあ、本日は以上です。